ハラペコアザラシと申します。信長の野望大使パワーアップキット。難易度は超級。シナリオは信長包囲網。選択大名は足利義昭。第28回を始めさせていただきます。前回、もうね、ご覧いただいた方には、こいつはなんて下手くそなんだと、いう失態を見せていただきました。見せてしまいました。もし愛想をつかされていないのであれば、今回もお付き合いいただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。負けた者が悪い。そしたら、援軍を、追加で三好から援軍っていうのは無理なのか。関東に出せない？関東ってか、追加で、なんとか出せませんか。上原伊賀上野、仕方ない。この辺りで出せないか。追加で軍を出していきましょう。よし、では進めます。指揮なさらずとも指揮はありません。せっかくだったのが壊れちゃったの悲しいけど。では、三ノ輪に攻め込みます。さっきまで水攻め。さっき水攻めしてたんだけどね、お金もったいない。まあ仕方がない。くそー。畑野さんが死んでしまいました。おやばい、久秀まで。久秀、前線に、そうだよね、国峰に入れたばっかりだもんね。そしたら、国峰の城主を変えてあげないと。信友、行ってください。お願いします。では進めてまいります。まさか下妻雷連があの状況で負けるとは思わなかった。ほんと下手くそだな。よし、魚津を落としたと。ではこれで富山にそのまま進めます。はい、行きます。多分これ交渉で勝てるね。はい、義継さん行ってください。全面解放。なんだよこいつ、マジか。67日、水攻め49。どうしようかな。いいか、少しでも早い方がいいね。ほい。あれ、戦闘の前に月が変わった。なんかこの辺りがよくわからないよな。別に、なんていうの、戦闘してからやればいいだけの話じゃない。はい、じゃあ進めてまいります。まずは家康と、あれ、さっき選んだけどね。もう一回選びましょう。はい、これは多分勝てるでしょう。はい、ん？ 1万2000で、もう勝てないよ、それは。もういいよ、じゃあ。美濃は諦めましょう。納得いかない。仕方がないね。はい、ここは勝てるでしょう。はい。では、鴨原城かな。26日強行で一気に落としていきます。はい、進めます。お、国衆将兵が切れてるね。15000。ここ戦場は、間違えた、これで見たって。よいしょ、ここの戦場はどれぐらいですかね。2万の1万5000。まあこれなら国衆将兵入れるとほぼ同じ兵力になる可能性があるな。なら念のためこちらも国衆将兵は出しといた方がいいね。はい、では行きます。いい水火だし。
織田を倒したことでちょっとね、なんていうのかな、まあ油断しちゃって、そうね、織田徳川を滅ぼしてしまって、まあ武将の質が一気に上がったということもあり、そして領土も当然その分広がったということもあり、かなりまあ調子に乗ってるというか、プレイが雑になってしまっていて、それで結構負けちゃってるね。これ美濃はもうね、何回やって落とせ、このね、2回も囲って水浸しにしたにもかかわらず落とせなかったって、まるでね、武田信玄が、落とせなかったかのような、城主を落とせなかったかのようなことをね、プレイで再現してしまいますけれども、まずこちらの方は、とりあえずは、この3分割したっていうのはちょっと成功は成功なので、で、ただ、どうやら佐竹と上杉と武田が結託しているので、そこがちょっと厄介なんだよね。結局3分割したはいいけれども、3分割しきれないんだよね。それぞれの同盟の領土を通っちゃうから。で、この上、今佐竹と北条はいがみ合ってるけど、ここでまた組まれると、ちょっと厄介だね。では進めます。はい、鴨原城落としました。じゃあもうこのまま伊豆に行きたいのですが、伊豆に行くと北条と接しちゃうんだよね。そうすると、それはそれでまたちょっと今の段階では少し回避したい。まあもちろん、あら、そうそうそう、こやつ。すべての元凶、こやつがいるせいで、一気に東が戦乱の渦に巻き込んでしまっちゃうんだけれども。よし。これは勝てるでしょう。ここに新将兵が待ってるからね。はい、では進めます。あのね、無条件っていうのがね、ちょっとね、どういうことなのかと思うよね。はい、ではこれは高岡も攻めます。いやー、ちょっと3ヶ月もやりたくないな。強行で適当なところで、適当なところで、講和解除を進めたいね。と、大筒で、ぶっ放していきましょう。でも、高岡城の方が先に出るよね、報酬は。交渉出てんのね、高岡は。そしたら先ほど手に入れた鴨原城、こちらも歩兵を進めます。ちょっとこれやっぱり厄介だな。どうしようかな。飯田城にするか。そうだね、天風命令で鴨原と飯田を交換しよう。ちょっといろいろと整理しないときついな。で、山名も、引田を取り上げて、どこ？でも山名は使いづらいな。山名は4つの城だから、本当はここに与えてあげてもいいんだけど、そうするとせっかく育てた順天所が はい、進めます。敵が我が領内に向かっております。上杉、ちょっともう講和しようか。あ、そうだ、出てたんだ、報酬が。うわ、10日考える時間。よし。で、あとは、交渉。はい、入れてきます。池田の方が早い。ああ、城主とか。いや、全面解放でとりあえずは。講和解除はなんでしないんだ？よくわからないな。全面解放。はい、8スカ5、6。あれ、なんで講和解除しないんだろう。
かるなら打ち砕くのみ。なんで講和解除してくれないんだろうか。ちょっととりあえず講和は入れましょう。沿線感情だいぶ高まっちゃってるからね。これ集結はどのくらい ?32。それまでには交渉の指示がいいでしょう。土ヶ崎にとりあえず進みますか、そしたら。はい。とりあえず方位でいいかな。はい、交渉が入るなら交渉入れていきます。2万2000、無理だな、土ヶ崎。あ、北条がついに攻め始めてる。これはちょっとまず離脱しましょう。はい、まあ武田との戦いはここまでということですね。武田上杉との戦いはここまでと。はい、そうしましたら添付命令は、あ、そっか、また失敗したな。はい、我が志必ずや果たしてみせる。毛利長宗我部、当然毛利です。手を貸してやる。はい、武田上杉と講和を結びました。そうしましたら今度長宗我部に当てていきますが、ここだね、毛利と一度ぶつかってから。大丈夫、大地。志果たさずして勝は終えられぬな。毛利とぶつかって長宗我部が多分勝つとは思うんですが、その後攻め込みます。三好どうしようかね。飯田と乾と中野と鴨原を、鴨原じゃない、神原だね。ずーっと鴨原って呼んでたけど、こちらを入れ替えますかね。で、北条の抑えは三好を使うようにしよう。で、武田をまずは滅ぼそう。それか、いやーちょっとここを任せるには三好は貧弱だもんな。三好の領土が5つなので、国峰、小諸、上原、高藤、中野を与えて武田の抑えにしつつ北条に攻め込む。いやー、どちらにしろ武田が邪魔なんだよね。だからまず武田を落とすことを考えないといけないから、いっか、いっそのことこのまんまにしとこう。武田を滅ぼしてから考えよう。なので神原には入れちゃいましょう。こちらからの兵を、武将をね。はい、軍事の、回避と、おこ、いいね。はい、入れちゃいましょう。で、あとは中野城にも。なるせと、森、じゃあ森だけで入れるけど、森だけでいきましょう。回避と健康、鬼武蔵に行ってもらいますね。で、あとはこの3つの城、新しく入れた前線となる3つの城、こちらにも入れていきましょう。あ、磯子と面白い、闇討ち、いいね。かしこまった。で、あと交代させる、一条谷とかもういらないか。いや、これから上杉に本格的に攻めるにあたっては欲しいかな。お、回収し忘れてた。よし、なのでまだ富山に入れようかな。
今思うと兵の配備が少し足りなかったね。もう少し、もうここは前線じゃないですからって言って、簡単に、まあ、兵を配備しないで生産拠点としちゃったけれども、もうちょっと兵を厚く配備しといてもよかったかもしれないね。その方が攻撃に分厚さが出るからね。はい、あとは海事と地のり、あ、いいね、ちょっとやってみよう。はい、こんなところかな。これで前線にも配備が進められたので、OK ですね。戦線布告できるものは、まあ、大友にももう戦線布告するんだけどね、絶対に。いや、結構ね、伸びちゃったから、佐竹に、佐竹つつくと、佐竹出てきちゃうね。2回は？アシナがそういうことか。面白いなぁ。アシナが滅びて、でもアシナいないの？アシナ家がいない。この方は血縁なのかな？血縁なんだね。ただ、養父だけれども、アシナも龍二の養父、養子に入った人ってことだね。いやー、スケールダウンが、ひどいな、これ。従属とか下手したら応じてくれるんじゃないか？さすがに無理か、こんな遠ければ。こんな遠くはさすがに。つつかせるほどの器量はないよね、きっと。はい、この小早川と上祖壁の戦いの結果、どちらが勝とうともその時点で戦線を布告します。上祖壁もどっちかだよね。おお、ついに来たー。志果たせず散る。安倍ありがとう。今までおとりになって敵を防いでくれたこともあった。はい、いかがだったでしょうか。上杉、武田と講和を結び、そしていよいよ長宗我部征伐の軍を起こそうという矢先に、またもや足利家包囲網が組まれることとなりました。果たして足利家はこの包囲網を打ち破ることができるのか。またお付き合いいただけましたら幸いです。それでは今回はこれで終了とさせていただきます。お付き合いいただきましてありがとうございました。